そんなに人生は長くありません。私も50近くなりました。我慢して抱え込んでもよくはならないので、吹っ切れてよかったです。今はとても充実はしております。自分の得意な場所で自分の個性を伸ばせればいいと思っております。まずは限界を決めないで、どんどん挑戦することかもしれません。文章の得意な人、ゲームが得意な人、表現が得意な人、いろいろいるかもしれません。各々好きなところで好奇心で挑めればいいかなと思っております。そうした方が未来は明るいと思っております。行動を起こせば何か変わりますね。そう感じております。結構大きいですね、行動を起こすって。まあ、お金もかからないですね、最初は。だいぶ変わったかな。そんな感じで、牛とじ丼食べながらいろいろアイディアを練っております。創意工夫でいろいろやっていこうかなと思っております。先は分かんないですけどね。まあネットの世界にはまだ経験が浅いです。これからですね。まあ昔は私も人に言われて流された時もありました。でもまだね、まあその時は浅かったなと思っております。まあ自分をね、理解して動くことかなと思っております。風呂を入る準備しながら、嫌なことを我慢せず好奇心旺盛に生きれたらいいなと思っております。お風呂の時間は自分の時間で集中していろいろ物事を考えております。人それぞれ価値観は違うので、それぞれの価値観に合わせて人に左右されずに生きればいいかなと思っております。今日は甘いものが食べたくて、この甘おうみたいなイチゴの何かっていうやつを食べましたね。楽しみにとっときました。今日は食事をちゃんととったので受けたんですけども、やっぱり食事は大事だなとも考えさせられましたね。食事減らしたらね、結構あまりうまいこといかなかったので、まあ、しっかり食べた方がいいかなと思いました。夜更かしをせず寝ることを心がけております。最近はなるべく早く寝ることにしてます。ありがとうございました。